今後の日本代表としての目標そして遠藤選手個人の目標というのをもしあれば伺っていきたいんですけどまずは日本代表の目標う、はい、ういうところにありますかそうですかそでね日本代表としてはあの僕がキャプテンに就任した時にワールドカップで優勝を目指すと公言させていただいたので、うんまあ、ワールドカップで優勝を目指すチーム作りをこれからやっていきたいなと思いますしそれがあー目標になれたかなと思います。はい では、個人的な遠藤さんの目標どううでしょうかそうです、ねまあ、来シーズンもリバプールでプレーすると思うので、まあ、リバプールでもっともっと試合に出場して、まあ、チャンピオンズリーグもありますし、えー、タイトル獲得に貢献できるだけの活躍をしたいなというふうに思いますで、まあ。日本代表のの方ででも、まあ、最終予選が始まるので まあ個人としてはキャプテンとしてねしっかりチームを引っ張ってまあワールドカップにまずは導ける存在になれ,ればいいなと思っていますはいシーズン長いシーズンが終わりましたけれどもリバプール FC というチームでプレミアリーグ1シーズン通して戦ってきた中であのご自身のもちろん特徴、強みというのはご自身分かっている部分もあると思うんですがそのプレミアリーグで戦ってきた中で何かそういった特徴や強みに対して なんか捉え方が変わったりしたところってありますかうんどうですかね、まあ、プレミアに移籍してからもそうですけどやっぱり自分は常に自分の良さって何なのか日本人らしさって何なのかみたいなことは、ね、常にこう考えながらサッカーをしてますし、まあ、どうすればジャスタメン取れるのかとか、まあ、どうすれば、まあ、屈強な相手に対して、まあ、1対1で勝てるのかとかボールを奪えるのかみたいなことは常に。 プレー中は考えているので、まあ、それはすごくこう自分自身の良さというか自分を客観視しながらあー何をしなければいけないのかということをこう、うんまあ、自分の中で、ねあのまあ、客観視しながらこう行動していくというのは、ね、あの自分にとってすごくこう、まあ、プロ生活を歩んでいく上では非常に重要な要素の1つになっているかなと思います。はい まあ遠藤選手のプレーを一つ挙げるとするとデュエルというところがドイツ時代からも非常に注目されていましたけれどももちろんあの、そこが強みでもあるんですが周りの人がまだそこまで認知していない遠藤選手の強みというのは何か遠藤選手自身が感じる中でありますか実はこれがそうですね、まあ、1対1もそうですけど。 まあ、なかなかプレーでは見えづらいポジションなんですけど、はい、1>, まあ1対1プラス、まあ、1対1で勝つ上ではやっぱクレーバーでなければいけないというかある程度、賢さっていうのは必要だと思うので、まあ、自分の最大の特徴というのは多分そういったところプレーをこう俯瞰して見ながらそのピッチ上であの表現できるというのはうん、まあ、隠れた。 まあ能力というかなかなか目に見えない部分ではあると思いますは一、い、対一でデュエルの時にぶつかった瞬間より前にいろいろとやることか。そうですねあのその前のポジショニングだったりまあ予測だったりまあ相手が何を考えているのかみたいなことを常に考えながらあポジション取りをしてますし一対一で勝つ以前にねまあいろんな準備をした中でプレーの選択っていうのをねしてますねはい。まあその一シーズン プレミアリーグで戦った中であもっとこういうのが必要だなっていうのは何かありますべ、まあ、てにおいてやっぱりもう一段階あのレベルアップしたいなというのは思っていて守備で言えば、もちろん1対1、まあ、ボールを奪うということが仕事なんですけどやっぱりよりボールを奪える選手になりたいって思いましたし、まあ、守備だけではなくて中盤の選手というのは今かなり。 攻撃参加というのも求められるので、はい、まあゴール、アシストだったり、まあ、ゴールに、ね、直結するようなプレーというのも、ね、もっともっとこう増やしていきたいなというふうにはリバプール FC でプレーする遠藤航選手と日本代表で戦う遠藤選手といるわけなんですけどもこれやっぱり戦い方プレーの仕方というのはチームが違うから異なる部分出さなくてはというところなんですかね、うん、そうですね。 まあ基本的にはもちろん自分の最大の特徴である守備の部分っていうのは出さなきゃいけないんですけどやっぱりチームの戦い方だったり、まあ、チームメイトも違いますし、まあ、そういったチームメイトの関係性だったり、まあ、プレースタイルだったりっていうのもいろいろ考えながらあ最終的に自分のプレーの選択っていうのをしているのでやっぱりリバプールでの自分のプレーと、まあ、日本代表でのプレーっていうのは、まあ、少し、ねうんまあ、違いいはあると思います意識的にやっぱりそこを変えていく。 自然と適応できている部分があるるんでですかまあ自然と適応できる部分もあるし、まあ、それは多分おそらく、まあ、日本代表に関して言えばあ一緒に長くプレーしている選手たちがいるからこそ自然にこう今はそこまで考えなくてもプレーに落とし込めたりとか、まあ、リバプールでは1年間プレーしたのでもしかしたら今後のリバプールでのプレーっていうのもよりこう自然なものというかスムーズになっていくのかなというふうふには思いますけどね。はい ダンヒルと日本代表パートナーシップを結んで今年で25周年なんですね1999年からのお付き合いになるんですが遠藤選手が1999年に何をしていたか覚えてますか、はい、1999年はい僕は5歳かな25年前そうですね5歳6歳ぐらいです,ですけどこの時に、はい、まあこの時大体この時期に 遠藤選手がサッカーを始めたというふうに伺っているんですよ、間、うん、間違違いいいいななでですすかそれは間違いないですね、はい、25年目を迎えたサッカー選手といっても過言ではないと思うんですが、まあ、この25年というのは本当にこう振り返ってみてもいろんなことがあった、まあ、長い期間だと思うんですけれどもその期間、どうでしょうか大切にしている価値観だったりとか続けてきたこと、はい、こういったものって何かありますか そうですねまあ、僕がこれまでサッカーをこうずっと続けてこれているのはやはり心の底からサッカーが大好きだからなのかなというふうふに思っていて、まあ、その気持ちはこう、まあ、プロになってからも忘れたくないというのは自分の中でずっと思ってはいたのであのその気持ちがあるからこそ、まあ、僕はこうやってリュワプールだったり、まあ、サッカーでも日本代表キャプテンまで、ね、こうたどり着けたのかなというふうふには思っているのでいろいろ。まあ 苦しいことだったり、まあ、プレッシャーある中でやらなければいけないのがプロの世界ですけどその中でもやっぱり純粋にサッカーを楽しむ気持ちをいつまでも持っているというのは、ね、すごく、まあ、自分の中では大事にしている部分であります、ねはい、なかなかプロになって仕事としてサッカーをするとそういう楽しむという部分が難しいという話も選手から聞いたことはあるんですけど遠藤選手はどうですかその子どもの頃からの気持ちはやっぱ変わらない。 そうですね、変わらないですね、まあ、そだからこそサッカー選手になりたいと,なりたいと、ね、あの思ったと思いますしあの今でもその純粋にサッカーを楽しむ気持ちというのは変わらないですし毎試合毎試合試合,を、ね、試合に向かってこうピッチに立っていくというのがすすごくこう楽しみですね。はい、思い描いていた部分もあったと思うんですけどその子どもの頃からそのサッカー選手はどんなふうになりたいそれは結構かなっている形 ですかな、ね、っている方というかうそうです、ねまあ、子どもの頃夢まあ思い描いていたもの以上にというかワールドカップでプレーしたいという思い日本代表に入りたいという思いはあ子どもの頃から思ってはいましたけど、まあ、まさかキャプテンになるとまではもしかしたら小さい頃の自分は思い描けていなかったかもしれないですし、まあ、でも、そうやって。 夢を少しずつ、まあ、目標を少しずつ叶えていって、まあ、こうやって今ここにいて日本代表キャプテンとして、ね、プレーできていることはすごく幸せだなとうございます。このスチールのカメラマンはこの後、もし、えー、っと目線が欲しい方は挙手いただけたらと思います。